えー、ハンドルネームとも、えー、30代女性、ニコナマゼミをいつも楽しみにしています。前回の千と千尋の神隠しもとても興味深く拝聴させていただきました。特に冒険で人が変わることはなく、事実によって人間が変わるというところがフィクションに触れることで冒険を一時体験していると思っていた身には特に刺さりました。私は現在療養中、 連絡を取り合う友人などもいないため、家事などの時間以外はほとんど読書や映画、アニメ、ゲームなどで気を紛らわせています。どこか私の中で数々の物語が現実の私のありように良い影響を与えてくれればという期待を持っていたようです。しかしそういった影響は特に見られない上に、 近頃ではフィクションをなぜ受けるのかなどと、分析的に捉えてしまったり、純粋に感動することができないようになってしまいました。選ぶとなりましたね。えー、そこにはいくら物語を自分の中に取り込んでも体調が良くなるわけではないという、当たり前の事実もあると思います。また大量の物語を一度に消費してしまったというのも原因かもしれません。かといって上に上げた映画やアニメくらいしか楽しみがないのというのもあり、この先フィクションとどのように付き合っていけばよいのか気になっております。ご回答よろしくお願いします。 冒険で人が変わることはなくて、事実によって人が変わるっていうのをね、説明しますね。あの、冒険っていうより、フィクションの冒険っていう意味なんですけども、フィクションでね、得られる気づきっていうのは、使えるものと使えないものがあるんですよ。例えば、その、昔友達にあんなことを言ったっていう、本当の経験があったと。で、今日、なんかある漫画を読んで、その中のセリフにドキッとしたと。あ、あれ、かつて自分が友達に言ったのと同じセリフだと。 これドキッとすることによってですね、その以前の自分はこうだったんだ、反省するってことがあるわけですね。これは使える例なんですよ。使えないものってのは何かっていうと、その肉体訓練、修練とかですね、人間関係そのものをなんかこう、それが自分の意に沿わないと。それをフィクションで読んで何とかしようとする場合ですね。カンフェ映画見て自分が強くなった気がするんですけども、映画を見ても強くならないんですよね。映画を見る、強くなるじゃなくて、映画を見る、見て感動したから、 訓練する。おかげで強くなって、間にこう一つ事実が入るわけですね。映画を見た時に主人公が成長した、私も成長したというふうに思っても、まず自分はそういう経験してないから変われない。ただ、あんな経験しなきゃいけないなっていう気づきだけはあるわけですね。でその上でそういう経験を自分の中で何日か何週間かしてると、じわじわと変わってくるんですけども。あの、ともさんがですね、その映画やアニメを見てもですね、その療養をしてる その立場とかですね、あの体調にはやっぱり何の役にも立たないんですよ。で、それを見て、あのアニメや漫画やゲームにしてですね、そこで決意して、毎日の食生活とか、毎日の運動で何かを続ければ、その何か分だけ現実は変わると。生活は変わるわけなんですよ。だから、フィクションは役に立たないんですけども、その役に立つものにするためには、そのフィクションと現実との間に行動ですね、動作の連続、 訓練が必要だと。まあ、そういうことになります。すいません。あの、なんだろうな。当たり前のことを言ってしまって。<laughs> 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに、あの、新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。